八丁沖古戦場パーク、北越戦争を描いた浮世絵、越後国品川武田上杉王合戦の図に八丁沖が描かれている。八丁沖とは、新潟県長岡市及び、三つ市にまたがる地域にあった湿地帯。現在は干拓され、広大な水田が広がる。長岡城の背後に広がり、北越戦争の際に、長岡藩の家老、河合継之助が、 この八丁沖を深夜にかけて渡り、長岡城を奪還したことで有名である。なお、本作戦の道案内を務めた鬼頭熊次郎は、富島の戦いで戦死している。この富島には八丁沖古戦場パークという公園があり、公園内に八丁沖古戦場の石踏みが建立されている。八丁沖のあった地域は、品野川の支流猿橋川の流域であり、 猿橋川とその支線が、下流から見ると扇を広げたように広がる。下流の中の島地区の農村が、猿橋川の関上げにより取水しており、工場的に水位が高かったこと、信濃川が増水すると、たびたび本流からの逆流が発生したことにより、八丁沖の排水には、長らく有効な策を打てずにいた。だが、大正11年に通水した大川津分水路により、 信濃川下流部の水位が下がったことを天気に、もともと調理地先で、信濃川へ合流していた猿橋川を、約9キロメートル下流の、大川津分水本流川新井関の直下まで延長した上、福島工業水の延長を、代替水源とした、調理石の開放により、猿橋川の水位を下げることに成功し、八丁沖は、干拓されて今日見られる、水田地帯に変貌した。 ありがとうございます。